エデン契約はアダムが全人類の代表として神との間に交わした契約なんです。アダムが違反した時に私たちにもその影響がもたらされたんです。皆さんこんにちは、松本明弘です。聖書の神は契約の神と呼ばれていますね。それが証拠に聖書は旧約聖書と新約聖書から成り立っています。この約という言葉は翻訳の訳ではありません。契約または約束の訳ですね。日本人は契約の概念が希薄であるとよく言われます。あんまり契約書読まないですね。まあ後でお願いすればなんとかなるというふうに考えることが多いようですが、それをそのまま神様に関しても応用してしまい、まあ天国の入り口で泣いて頼んだら仕方ないね、今回だけですよと言って入れてくれるんじゃないか、まあそういう甘い考えを持っていらっしゃる人も多いかもしれません。しかし先ほど申し上げたように、聖書の神は契約の神なんです。ですから聖書が教える契約を正しく理解するということはとても大切なことですね。旧約と新約とだけ言えば2つの契約しかないのかなっていう印象を与えるかもしれませんが、実は聖書の中には全部で8つの契約が出てくるんですね。ということで今日から8回に分けてこの8つの契約についてご一緒に学んでいきたいと思います。少し難しく感じられるかもしれませんけれども、この聖書全体を正しく理解するためにはどうしても通らなければならないところですね。8つの契約、まず順番に申し上げますと、第1にエデン契約、第2にアダム契約、第3にノア契約、第4にアブラハム契約、第5にシナイ契約、またの名をモーセ契約と言いますね。第6に土地の契約、第7にダビデ契約、そして第8が新しい契約と呼ばれるものなんですけれども、それを順番に学んでいきますが、今日はまずエデン契約からいきたいと思います。まず最初に申し上げますが、今申し上げた8つの契約は条件付き契約と無条件の契約に分けられるんですね。私たちは普通契約っていうと必ず条件付きでしょうと、そっちがちゃんと守ったらこっちも守るよっていうふうに条件付きだろうと思うんですが、聖書に登場する8つの契約のうち2つだけが条件付き契約、そして残りの6つは無条件契約なんですね。そのことについてはおいおい説明していきたいと思いますが、この条件付き契約に該当するのが今日学ぶエデン契約と、そしてシナイ契約、またの名をモーセ契約、この2つだけなんです。エデン契約について学んでいきましょう。契約と言いますと当事者が必要ですね。まあ普通公と乙っていうふうに言うわけですが、このエデン契約の当事者は神様とアダムです。しかしこの場合のアダムというのは人類を代表しているアダムという意味ですね。ですからここで交わされるエデン契約に対して、これ条件付き契約ですから、アダムが従順であるか不従順であるかということは彼一人の人生に影響を与えるのではなくて、私たち全人類に対して影響を与えるものだということをまず理解しなければなりません。創世記の1章28節にこのエデン契約の条項が出てきます。神は彼らを祝福された。ここで彼らと言われているのは作られたばかりのアダムとエヴァですね。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。このように神様は二人に対してお命じになりました。
前半の命令は産めよ増えよ地に満ちよ、今は二人っきりだけれども、ここから子孫が増え広がって全地に広がっていきなさいというふうに命令された。そしてもう一つの命令は地を従えよと書かれていますね。これは自然界を正しく管理してほしいと、この自然界の管理をあなた方人間に委ねるよということです。そしてその自然界の中には海の魚、空の鳥、地の上を這う全ての生き物も含まれるわけですね。つまり全ての生き物を正しく管理してほしいということです。正しく管理するそのことを表すこととして、今1章読みましたけども、2章に入っていくと、神様はアダムの前にあらゆる動物を連れてきてアダムに名前を付けさせます。命名権というのは権威の象徴ですね。子供が生まれたら親が子供に名前を付ける権威があるのと同じように、神様はアダムに対してこの動物すべてに対して名前を与える権利を与えたということは、この生き物を正しく管理してほしいということであります。さあ果たして人間は神から委ねられたこの権威、自然界を正しく管理する、そして生物界を正しく管理するというこの命令に従ってきたでしょうか。そうではないということは今日の自然界を見ると明らかですね。続けて29節、見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。つまりここでは神様はアダムとエバに対して種のできるすべての草、種の入った実のあるすべての木を食べ物として与えるっていうふうに語っておられる。つまりこの時点で人間は菜食であったということですね。動物の肉は食べていない。そもそもこの段階で人間に関しても動物に関しても死というものがまだ存在していなかった段階であります。さらに30節、また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与える。つまり人間だけではない、動物界においても彼らに食物として与えられているものは緑の草であるということが書かれている。ということはこの時点では肉食動物はいなかった。今日肉食動物と呼ばれているものたちも草を食べていた。つまり互いに攻撃し合うという関係ではなくて、本当に平和な世界がそこにあったんだということがわかります。さらに創世記2章に入っていきまして、15節までいきます。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。この時アダムとエバは昼寝してれば食べるものがそこにあって楽な生活ができたというわけではなかった。アダムにはエデンの園を耕し守るという仕事が与えられていたんですね。でもこの時の労働は楽しかったんです。何もしなくていいよって言われるよりも、神様に期待されて任されているものがある。そして労働した結果さらに豊かな実が結ばれるということは本当に嬉しいことだったと思います。労働は神への奉仕だったんですね。さらに16節と17節、ここにいよいよあの命令が出てきますね。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。どこから食べてもいいけど、この木だけはダメだよっていう唯一の禁止命令が与えられた。なぜその木を神様は与えたのですかとよく質問されますが、この時人間に与えられていた自由は
全く独立した自由ではなくて、神の権威のもとにある自由なんだっていうことを分からせるためですね。親があたかも子供に対して、この範囲内で自由に遊んでいいよ、でもその外に出て道路に飛び出したら危ないからねっていう時に、親は意地悪しているのではない、子供を愛しているがゆえにそのように語っているのと同じように、神様はこの命令を与えられたわけであります。そしてこの命令には警告も伴ってますね。つまりもしこの命令を破ったならば、どういう罰則があるかということが語られている。あなたは必ず死ぬと語られているんですね。しかしこの後3章に入っていって、その箇所を読みますけれども、エバとアダムが食べました、そこに彼らはバタンと倒れたとは書かれていない。なんだ死んでないじゃないかっていうふうに感じるかもしれません。さあ、聖書が死という言葉を使うときに、それは分離を表すんですね。肉体的死であれば、肉体から魂が分離することを表しますし、霊的な死であれば、神様と人間が分離する、または断絶するということを意味する言葉なんです。で、ここでは、それを食べたら、まず霊的死がやってくる。霊的死がやってきたら、後で時間を追ってから、肉体的な死がついてくるという意味なんですね。つまり神との断絶がもたらされる。この時まで神様と本当に親しい関係にあったアダムとエバは、これを食べた途端に神様が近づいてきたら急いで逃げて隠れるという行動に出たわけですね。さあ、エデン契約、この契約は守られたでしょうか。ご存知の通り3章において破られました。冒頭に申し上げましたけども、エデン契約はアダムが全人類の代表として神との間に交わした契約なんです。そしてアダムはこの契約を破りました。その結果、アダムだけではない、全人類がアダムにあって違反したというふうに見なされているがゆえに、私たちに霊的死、神との断絶がもたらされ、そして肉体的死、やがてこの命は終わってしまうんだということがもたらされてしまった。そんな理不尽な、私が破ったわけじゃありませんよって言いたくなりますよね。アダム何やってんだよ、しっかりやってくれよと言いたくなります。もし私があのエデンの園にいたら、アダムのような愚かなことはしなかった。私だったらあの善悪の知識の木の実を食べることはしなかったと皆さん思われるかもしれません。しかしアダムが代表として違反したときに、私たちにもその影響がもたらされたんです。これはどのように説明したら理解できますでしょうか。例えば私たち日本人に与えられているパスポート、これ世界最強だってご存知でしたか。世界に199カ国あるとして、日本のパスポートは何カ国にビザなしで渡航することができるのか。191カ国。これは世界ナンバーワンなんですね。素晴らしいことですね。これ、あなたが頑張ったからその権利を獲得したんですか？私でもない。誰が頑張ってくれたんでしょうかね。外務大臣でしょうか。まあ、とにかく日本の代表がいろんな国と交渉してそのように取り付けてくれた、その代表が行ってくれた結果、私たちはその恩恵に預かっているというのが日本のパスポートであります。ちなみに世界第2位のパスポートはシンガポールのパスポート、190カ国ですね。ということで、代表者が交わした契約というのはその他の者たちに影響をもたらすものなんです。ですからあの時アダムがこの契約を破ったんですけれども、私たちも例外なく罪と死のパターンの中に陥ってしまった。ではもう私たち人類に
救われるという希望はないのでしょうか。ここで終わりたくないですね。ローマ人への手紙の5章19節をお読みいたします。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。さあ、前半に登場する一人の人とはアダムです。このアダムの不従順のゆえに、私たちがみんな原罪を受け取ってしまって罪人とされたと同様に、後半に出てきた一人とは誰ですか。それは最後のアダムとして登場するイエス・キリストであります。この方の従順によって、どんな従順ですか。父なる神がご計画された人類救済計画のための救いの御業、ご自身の十字架と復活によって私たちに救いをもたらすというこの計画に従順であってくださったことによって、それを信じる者は義と認められるというプレゼントが与えられる。なんとありがたいことでしょうか。最初のアダムは失敗しましたけども、最後のアダムとして神はイエス・キリストを派遣してくださるんだ。ここに私たち人類の希望があるわけですね。それではこの続きは次回またお話ししたいと思います。ありがとうございました。